はい、こんにちは、バスマンです。今日は皆様に重大な報告があります。私バスマン、スマラン塾開校いたしました。ありがとうございます。まあ文字通り、あのスマッシュダンクを教える、まあ、塾ですね。まあ、最近ランク回ってるとね、やっぱりそのもっとあのこういう動きしてくれたらあのうまくいくのになとか、ポジショニングとかできてたら、得点とか、取り合わせはもったいないなっていうことがすごくありまして、あったりとか、まあ、日本サーバーのね、技術クオリティ、まあ、全体的な底上げできたらなっていう、まあ、サポートの意味も含めてね、あのこの塾を開講させていただきました。はい、そして、もちろん塾長、私バスマンでございます。ありがとうございます。まあ私がね、人生、小さい頃、まあ今まで生きてきて、まあ塾長になる日が来るとは思いませんでした。はい、よろしくお願いいたします。まあこんな人におすすめですよと、まあ推奨者ですね。ランク上げたい方、最強王者に行きたい方ですね。もう本当シンプルに上手くなって最強王者、レジェンド、スーパースターに行ってみたいという方におすすめですね。で2番目、スマダンを深く極めて楽しみたい方、やっぱりノラでただやってるよりも私たちの理論とかポジショニング、考え方、まあ、これを知ってノラ、コテを行った方が、どんどん上手くなるのも早いですし、そっちの方が絶対楽しいです。本当にあ、そういうことあったんやとか、ここ意識してやったらもっと上手くなるよとか、これ絶対知ってた方がね、後々のもさ伸びも違いますし、もう絶対楽しいですから、こういうのを教えさせていただく。で3番目、他プレイヤーと連携が取れない方、これ3人でやるゲームなんですよね。で一人一人が勝手な行動、連携が分かってないと本当に自分もストレス溜まりますし、相手もストレス溜まってちょっとで勝てないっていう負の、悪循環が生まれます。逆に言うと本当にこう連携が取れさえすれば、1+1+1、もう3の力じゃなくてそれが6、9、50、でも本当上位勢まで来るともう100、1000、もうそれぐらいまでの力出せますんで、もう一人一人とは思えないような力が出せるようになりますんで、その連携、まあ、基本的な連携の取り方をも教えていけたらなと思っております。で3番目も 他のキャラクターを新しく始めたい時、自分センター使ってるとしたら、まあ、SF やってみたいなっていう方と、まあ、それも逆もですね、フォワードガードやってる方は私センター教えれますんで、センターやってみたいなっていう方は教えることができますんで、ぜひ声をかけてくださいと。でまあいろんなエトセトラと、まあ希望があればいろんなことを教えていきますんで、よろしくお願いいたします。でも指導内容はもう1対1個別指導ですね。ポジションキャラに応じた、オフェンスディフェンス、本当にスマッシュダンク、スマッシュダンクっていうのは本当ポジションが同じでもキャラが違えば攻め方、ディフェンスの仕方全然変わってきますね。距離の取り方とかブロック範囲ももちろん違います。で攻撃方法も本当、同じポジションでも全く違う攻撃の種類ですからね。本当スマッシュダンク、それが、面白いところですね。選ぶキャラによって本当に自分の役割がもう言うたら180度、極端に言えば180度変わってくる、まあ、そんなゲームでございます。で2番目、これをさっきちょっとだけ話してたんですけど、ポジショニングですね。ポジショニングがもうほとんど成功、ブロックだったりリバウンドだったり、高オフェンスシュートだったり、もうこれがほぼ9割、もう極端に言ったら 9.5 割、もうこれで決まってくるんで、ね、まあ、あとは反射神経とかなんですけど、ポジショニングがしっかりしてないとその反射神経も全て無駄になりますから、これは本当に大切なポイントですね。で3番目、チーム戦略、連携方法ですね。私いつもやっぱ話し合ってるんですけど、まあ、こういう攻め方、まあ、こういう、ポジションキャラだったらこういう攻め方するよとかっていうのはある程度決まってるんでね、まあ、その3人が3人の特別なパターンもあるんですけど、まあ、大体上位勢はそれは話し合わないでも分かってる、そのキャラそのポジションであれば、大体動き決まってるものがあるんでね、まあ、そういう基本を学ぶことで、チームプレー、他のプレイヤーと連携を取れるようにサポートさせていただきたいと思います。であとはおすすめの訓練、スキン、コア、テンプだったり、まあ、エトセトラと、まあ、希望があれば、知りたいかとことをできる限りサポートさせていただきますということです。次で講師陣は今のところ私バスマンと芝ゴツさんが登録してあります。で随時講師陣も募集しておりますんで、なんかお人に教えてみたいなっていう方とか、ぜひ
私に声をかけてみてください。で、一応受講料なんですけど、まあ、1回だいたい30分で考えております。で、基本は私ちょっとこれはやってみないと分かんないですけど、月2回でいいんじゃないかなと思っております。で、月2回だと、まあ、5,000円をいただきます。で、月4回、まあ本当に頻度高くして早く上手くなりたいよとか、っていう方は月4回コースで、まあ、1万円をいただけますと。よろしくお願いいたします。で、必需品はもうディスコードですね。まあ、これを通話しながら、まあ、手取り足取り、あ、まあ、ごめん、通話やったら無理か、まあ、あの通話で、あの言葉で、でその人のプレーを見ながら指導していく、教えていくという形になりますね。まあ、ディスコードはちょっと、持ってない方はダウンロードお願いいたしますということで、最後、申し込み方法なんですけど、 Twitter のこのアットバスマン777へ DM か、まあ、ディスコード私のバスマンシャープ2671なんで、どちらかまで、DM を送っていただいて、ちょっと相談して、どの講師だとか、どのポジションだとか、どのキャラを教えてほしいだとか、あと日程とかですね、決めさせていただきますんで、DM よろしくお願いいたします。で、この応募だけじゃなくて質問とかでもいいです。本当気軽な質問とか、ちょっと迷ってる段階でもいいです。本当に声かけていただければ、丁寧に対応させていただきますんで、気軽に DM、私バスマンに、DM よろしくお願いいたします。まあ、私の言いたいことは以上ですね。まあ、配信でも質問全然していただいて構いませんので、お待ちしております。はい。またチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ほな、バイバーイ。